けてもいいし、結構過激なので、その辺だけ頭入れる人たちばっかり今日ちょっと来てもらってるので、第一、お願いします。最初ワゴンゴールドですけど、はい、どうですか意気込みの方は。まあ今日はもうみんなイケイケの子が来てるんで、まあ、本当の喧嘩が見れると思うんで、はい、話で、まあ、噂程度ですけど、日本対中国をワコンさんでやるというのはちょっとお聞きしたんですけど、それについてはどういうふうに考えてる感じですか。まあ、でも中国にどれぐらい本当にこういう文化があって、中国の中国版 TikTok の方でやってると、その僕も参加したいっていう方が結構多いんですよ。はい、だいたい全然その、まあ、ワコンさんの方で、まあ、こういう試合形式かなっていうの大筋が決まってるんであれば、はい、それをもとにこう募集をかけて、まあ、日本対中国、はい、5対5とか、そうですね、まあ、3対3でもいいです。そうですね、体重大体5キロごとに合わせて、はい、レンジャーです。それでやったら、まあ、面白いのかなっていうのはあるんですけど、そうですね、はい、はい、それでやりましょう。やります。そんな感じで、はいはい、今ゆくゆくの構成ですけど、そうす、はい、もう結構ガチガチじゃないですか。はい、今後はどういう風に、ボランティア活動とかもすごいちゃんと一緒にやらせてもらってるじゃないですか。はい、それでそういうのをもっと前進させて、はい、その個人員のところに訪問するんですけど、来月は、はい、そういうのを子供たちがこう、はい、一応間違えそうになった時に、その。まあ、学校に出て自分も過去にそういう喧嘩とかで不自由な生活をしてるんで、そういう子たちがその街のところで喧嘩するんじゃなくて、このリングの学校のリングで喧嘩してもらって、少しでも街の喧嘩が減ったり、捕まるような人が減れば街に対するなんか恩返しができるのかなって思ったりしてるんで、青少年育成といいますか、はい、変な犯罪にならないようにしてね。もうだから街でやっぱりそういうことしたら褒める人がいないじゃないですか。通行人も見てもいい振りだと思いますし、はい、やりすぎてでそのまして殺しちゃったら5年10年いっちゃうじゃないですか。やっぱり怖いっていうのはありますからね。そうですね、だそういうのを、まあ、ちょっとルールがあってお客さんもいて、はい、要は証人ですよね、どっちが勝ったのか証人もいて戦いをする、はい、そこの中にやっぱりその本物が見えるというのがあると思うんです。だその拳でなんか武器を使うんじゃなくて、拳だと、まあ、蹴りと踏みつけだとかサッカーボールキックだけで協力していただいて、ぜひまた頑張ってください。よろしくお願いします。日中、はい、まあ、本音の5対5、ね、もしくは3対3の一つの道として、それ盛り上がるんだったらまた第2弾第3弾、そうです、はいはい、よろしくお願いします、はい、よろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございます。リュンさんでした。ありがとうございます。質問しちゃっていいですか。真ん中え、名前は東京新小屋流れ星レディースの頭の宮本レイです。レイさん、流れ星なんですね。近所っすね。失礼ですけど、今おいくつ。今16です。16歳。まだ流れ星はあるんですか。お、そうですね、あります。頑張ってらっしゃる。うちの兄貴もまだ現役でやってるんで。本当ですか。たまに走って見ますよね。本当ですか。そうですね、夜のツーリングっすね。あ、そうですね、はい、夜のバリバリ走っちゃって、はい。なんかちょっと聞いたんですけど、今度ワコンで、日本対中国っていうのを今考えてまして、それに対して今出場していただく気持ちがあるっていうので、女性ですよね、はい、なんで対戦相手女性もしいればということで、はい、ちなみにどういう感じのルールだったらやりやすいとかありますか。なんか希望のルールとかありますか。希望のルールはやっぱり何でもありです。やっぱワコンなんて何でもありです、はい、喧嘩でやったり。一応なんか3分1ラウンドっていうルールで今のところ考えてみたいと思います。経験の方は。経験はまあそうですね、前回の試合で、まあ、やって出場させてもらって、はいはい、まあ、一応女子枠のこうチャンピオンになったっていう。そうなんですね。まあ、じゃあ向かうとこ敵なしですよ。誰でもかかってこない。かっこいいですね。系バリバリで、今もなんかじゃあやってらっしゃるんですね。そうですね、まあ、毎日。ちなみに得意なのは。得意は今そのまあ必殺技としては、はい、やっぱ肘とかやっぱ長板行きたい。このなんか気合入って格好っていうのは意味があって、よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。レイさんでした。ありがとうございます。赤赤岡本智真選手の勝利です。おめでとうございます。逃げる。
九州のレフェリー判定一丁判定します。いくよ。それではジャッジの方お願いします。それではレフェリージャッジ。ありがとうございます。今日も白熱した試合でいつもよりもあの血がすごかったなと匂いも充満してましたね。そうですね、血なまぐさい。このワコンゴールド、今回あの来ていて撮っていただいたこのワコンゴールドというのは、はい、今までのワコンの子たちがここを目指す場所としての会場としてやりました、はいはい、でこれには B ベッドさん入って、今回ちょっとおつまみ合わなかったので無理なんですけど、はい、次回大会は B ベッドさんとペーパービュー、ペーパーズペーパービューはツイキャスで流してます。今回も流してます、はい、なので皆様そこをチェックしていただけるとありがたいです。はい、また次が来年の3月ですね。はい、はい、こう会場が決まればということで、はいはい、すごい盛り上がってます、はい、一応なんかちょっとあの僕聞いたんですけども、はい、今後ちょっと、日本対中国っていうのをちょっと、はい、耳にって言われたんですけど、はい、ちょっとどういったルールとかっていろいろそういうの米山さんの方でなんかお考えとかあるんですか、はい、そうですね、もしこれはもうドラゴンの佐々木さんにちょっとまあお願いをしていることなんですけど、まあ、佐々木さんが良ければうちのルールであのワコンのルールでやらせていただければと思ってます。あの喧嘩大会であればなおさらこのルールが僕はふさわしいと思ってます、はい、でもただ相手もいることなので今基本的には3分1ラウンドのみ喧嘩ルールじゃないですか、はい、目つぶし、金敵がなし、はい、それ以外は何でもありです、はい、ありです、はいはい、女性の参加もありです。先ほどちょっと会場のスタッフの方からの、はい、女性で僕あ私女性でも全然いけます相手いればっていうことだったんで、はい、中国の方でも女性の
相手とかいれば全然盛り上げられるとか、はい、ですね、ぜひ男女関係なく、はい、はい、お願いします。じゃあ一応そっちの方向でもし夢が感動したら、はい、一つの団体として、はい、あのワコン一緒に盛り上げられたら、はい、ありがとうございます。共にですねドラゴンの佐々木さんと一緒に自分たちも上がっていきたいと思っているので、あの今後ともぜひぜひ、はい、面倒見ていただければと思います。ありがとうございます。